皆さんこんにちは。今日も元気もりもり森本ルナです。はい、ということで皆さん、今ねルナはお腹が空いてます。まあどんなぐらいって聞いてください。そう、 100% ぐらい空いてんの。そう、めちゃくちゃお腹空いてて、今日朝から撮影があったんですけど、違う撮影がね、その時も何も食べてなくて、あ、食べた、お昼さっき餃子食べた。はい、で今回は韓国料理を1万円分食べていきたいと思います。イエーイ。過去の動画を見たことがあるって人は、多分分かってると思うんですけど、私、新大久保で一人食べ歩きをさ、よくしてたんですけど、その時は1万円分全然余裕だったの。だから、今回は Uber Eats の韓国料理をね、1万円頼んでいきたいと思います。あ、来た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 。めっちゃ高いんやけど。韓国チキンミックスが、3800円。3800円のじゃあこれを頼んでいきたいです。スノーチーズソースって何なの？いや、それにしよう。スノーチーズシート。スノーチーズソース、あとはあれ食べたいですね、ボール、チーズボールを食べます。じゃああとさつまいもスティックも食べます。これで5090円。はい、じゃあこちら頼みました。じゃあ次、あと5000円分ね、あれは食べたいね、キンパ。キンパ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 キン、なんかあったよね、パキンパキンチャリンチャリンチャリンパリンパリンパリングリ、え、軍艦軍艦長船長船長船、何だっけ何だっけ忘れたけど、なんかあったよな、パリンカパリンカー。あ、ツナキンパある。ツナにしよう。ツナキンパどうも。ジュース頼んでみようかな。ぶどんボンボンジュース。うわぁ、ぶどんボンボンジュース美味しそうですね。あとちょっとやね。あと2000円やねんけど、どうしよう。やべ、なんでこんなみんな安いの？助けてほしい。あ、チヂミは？チヂミ頼んでないね。海鮮チヂミにしよう。チーズタッカルビ。お、やばい、食べれるかな？チーズタッカルビいきまーす。はい。ということで、頼んだので、来るまで待っていきたいと思います。はい。ということで、じゃじゃーん。届きました。まず1個目。何個かね、いろんなところで頼んだから、途中途中来るんだけど、冷めたくないからね、食べていきたいと思います。わぁ、飴ついてるやん。めっちゃ嬉しいんだけど、飴。おぉ、これジュース、これ。はい、こちら、なんて読むでしょうか。ジュース。そう、ジュースです。こちら、キンパになります。ツナキンパです。食べよう。いただきます。これは、塩サラダ。そう、癖があってさ、いただきますってさ、何回も食べることに言っちゃう癖があるの。それをこの間、みゆちゃんに、何回も言わなくていいのって言われて、いただきます。完全にみゆちゃんに煽りに行ってる。ごめんね、みゆちゃん。で、ほら、待って、いただきまーす。うまっ！めっちゃ不思議な味する。不思議な味じゃない。めっちゃ美味しい味する。なんかね、なんだろう。本当に、ごま油、ごま油かな、これ。めっちゃ美味しい。うま、彼氏いたらルナ本当に自炊するの。一人だとマジでしないの。助けて、それ。彼氏関係なしに、女の子の友達が家に来たら絶対ルナ、誰か住んでくれれば自炊すると思う。一人だったらさ、食事余らすやんか。余らすその分がもったいないってなっちゃうし、そう、やっぱこのお仕事してるとさ、何時に帰ってくるかもわかんないからさ。ごっさ。坊ちゃん、うんこしたもんね、さっき。ツナキンパいただきます。うん、うん、あっさりしてる。本当に美味しいね。本当はさ、今日夕方まで撮影があってんだけど、本当は晴れやったら、撮ってきます。そう、晴れだったの。なのに、晴れって言われてたからカメラマンさんもね、うわ、今日撮れるって思ったらしいの。やけど、ルナたちがスタジオで撮影してるときは、全然雨降ってなくて、出た瞬間から雨がポツッ、ポツッ、ポツッって降ってきてね。そっから雨になったの。相当な雨女やね、ルナ。克服したい雨を。そう聞いて、Uber の方手握ってきた。おじちゃんだったんですけど、多分ルナがこの格好出たから可愛かったんだろうね。だって、ハイで当たった時にルナがこうやったら、こうやって、わざわざここだったのにさ、こうやって持ってきてさ、一瞬ラブソースイート流れた。いやーです。タッカルビ、タッカルビ。乳首。ちょっと待って。チーズタッカルビって、乳首。ガチかよ、ごめんなさい、ほんとに。いや、項目か。うわぁ、チーズタッカルビです。チキンやばいね、これ。ほら、ほらほらほら、ほら。喧嘩する、喧嘩する。いただきます。うん、めっちゃ辛い。うまいけど、辛すぎる。なんか、こういう食べ方する人おるやん。買ってないと、こうやって。憧れてるだ。乾杯いたします。はい、ということで届いたので、一
死んじゃうってこんなの。素晴らしい。さつまいもが来た。素晴らしい。そしてチキン。こちら 700g です。じゃじゃがーん。見てる、ここから見てる、わかる、ここ。よし、じゃあちょっとだけサムネを撮ろうかな。これが1万円分。すごいね、これやばいわ。チーズだって、これが。美味しそうね。いただきます。大人のチーズ、これ。なんか、ルナが持ってたチーズとちゃうくて、大人って感じ。なんかココナッツ入ってるみたい。じゃあみんな、お疲れ様、遅くなってすみません。今日もお疲れ様です。うん、小粒み入ってんの。なんか僕は今日ちくわの中身を覗いてしまった。おお、でっかいつるみ入ってるやん。入ってないかな。どうしたらいいんだ。ライトつけて見てみよう。中につるみ入ってるやつ好きやねんな。ん、あったあったあった、つるみあるわ。うんふん。本当にさ、最近さ、バンバンズでも食べる機会が多くて、太らないようにしないとって思うんだけど、ちょっとね、これ今日食べた後、本当にちょっと反省します、一回。チーズボール食べてみる。これは伸びるでしょうか。当ててみて。ルナは伸び以内にかけます。じゃあ、試します。伸びなかった。アメリカンドッグみたい。なあ、そう。聞いて欲しかった。最近、夜中の2時ぐらいに、ばあちゃんがめっちゃ叫ぶの。なんかもう、わわわわわわわって。で、ずっと窓の方見るから、えと思ってさ、窓見るじゃん。誰もいないの。で、ばあちゃん静かに来たいと思って、体力余りすぎてるんかなと思って、2時ぐらいに遊んだの、ちょっとここで。で、終わってから、なんかにいって、またワンワン泣くの。で、めっちゃ怖かったっていう話。これマジで辛い。このこれ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 、この時期マジで辛い。びっくりすんで。待って、これ本当にきつい。あ、お腹がいっぱいだよ。ちょっと限界来たので、最後チーズボール1個食べて終わろう。ちょっとここで皆さんに悲しいお知らせをこのタイミングでしたいと思います。あの、森本ルナはですね、韓国料理1万円分企画を退去したいと思います。みんな土下座してあげるね。本当に申し訳ないでした。本当に食べきれなかったんで、もう一回謝ります。申し訳ないね。お疲れ様でした。そう、明日は休みなので、明日食べていきたいと思います。まあ、皆さんもよかったら Uber Eats で頼んでみてください。このチーズボールマジで美味しかったです。で、辛いものが好きな方はこっちのチキンとか食べてみてね。マジで辛いから、これ。はい、ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。バイバイ。ラッキー見えたのも、バイバイ。モザイク教えてください。